音楽ファン必見。スワリートのコラボで示されたヒラノ仕の新たな音楽の扉。夢のコラボが実現。ヒラノ仕世界的なラッパースワリートの2ショットがファンの心を足掴かみにしました。17日、ナンバー、愛のアイコンであるヒラノ仕が自身の公式インスタグラムを駆使して、フランス・パリで開催されたルイヴィトン2024秋冬メンズコレクションのファッションショーで、米人気ラッパースワリートの再開を報告しました。 a p ハッピートゥーシーヒム g a i ンと喜びのコメントを添え、笑顔あふれる2ショットを公開した平野。この投稿には、スワリーがファーロール・ウィリアムズと、ラーン・アルジャンドローとのコラボ楽曲、エアプレーン・チケッツをバックにしており、現地でのオフショットもファンに披露されました。この特別な瞬間に、ファンからは、すごい、世界近づいてる、大好きな二人、世界的に有名な方と2ショット撮る平野さん強すぎるといった歓声が寄せられました。 特に、音楽に対するファンの熱い反応も見逃せません。スウェーのコラボ曲を音源としてつけてるのも粋だなぁ。サウンドにもリスペクト感じると、投稿の音楽への期待も高まっています。平野仕様とスワリーの交わる瞬間には、ファンの心に一体感が広がりました。紫輝くんの笑顔が写真からも伝わってきて、朝4時から紫輝くんが素敵すぎて興奮冷めやらぬ。というコメントもファンから寄せられています。 一方で、写真に映り込む謎のお隣についても、ファンの好奇心が高まっています。お隣はどなたですかとの問いに対して、ファンたちは興奮しきった様子で疑問を呈しています。紫輝くんの魅力に引き込まれ、彼の隣にいる人物にも注目が集まっているようですね。紫輝くんの笑顔に触れ、ファンの心を満たすこの瞬間、写真からも楽しさと幸福感が伝わってきます。 これまたかっこいい、というコメントが、紫輝くんの魅力に完璧にマッチしています。さらに、この記事の制作段階で考えられる疑問や期待を読者に投げかけ、コメント欄を賑やかにする工夫も必要ですね。例えば、あなたなら紫輝くんと一緒に写っていた有名人は誰ですかいや、次のコラボで見たいアーティストはなど、読者が自分の意見をシェアしやすい質問を用意することで、コミュニティの交流が生まれやすくなります。 新しい記事を通じて、ヒラの仕とスワリーの交流だけでなく、読者との結びつきも深めましょう。